今日はインドで迎える初めての誕生日、星を見るのが好きなんです。この間言っていたのを覚えていてくれたみたいで、デリーにあるプネルタリウムにグッチさんと一緒に行くことに。どんな感じになるのかな。あ、グッチさん、おはようございます。お、これ今日は来てくれてありがとう。今日はさ、デートにプラネタリウムに行こうと思うんだ。デリーにプラネタリウムあるって知らなかったでしょ。はい。でしょ？でしょ？でしょ？まあ今日なんでプラネタリウムしたかというと、この前デートで話した時に星空が好きって言ったから、まあ今日二人で星空をデリーで体験できたかなと思ってプラネタリウムにしたんだ。ありがとうございます。じゃあ早速行こうか。はい。あ、待って。この辺はね、デリーのね、チャナキャ地区っていうところで、日本大使館をはじめ多くの大使館があるところで、まあそういうこともあって、警備員とかたくさんいて、かなり治安もいい場所でね、まあ緑も多いんですね、この辺で。確かにそうですね。うん、スマホばっかり見てるな。退屈なのかな。はい。時計のように腕見てるし。歩くのめっちゃ早い。忙しかったりとか。あ、そうそう。あとここはね、ネルっていうね、初代インドの首相が住んでた家があって、でそれが今記念館になってるんだけど、でそれがあれね。やばい、いろいろ気になって聞いてなかった。あれ、今の俺の話聞いてる？あ、はい。あ、本当。じゃあ今のお話さ、もう一回復唱してもらっていいかな。でね、ここがプラネタリウム、ネルさんのプラネタリウム。へえ。じゃあ早速行こうか。あ、チケットさ、80ルピーだね。じゃあ80ルピーもらっていいかな。はい、どうぞ。うん、ありがとう。うん、ちゃんと80ルピーだね。ありがとう。中はフランカみたいになってるんだ。すごい行列だ。ハロー。いやー、結構混んでるな。これ人数が大体80人ぐらいでしょ。で、チケットが大体80ルピーと子供が50ルピーだとして、今半分の割り多分あのこのプラネタリウム、あれかな、儲かってないかもな。最長価かもしれない。ちょっとキャッシュフロー、資金繰り悪いかもね。どうしたらいいのかな。独り言だよね。開場しましたね。長かったね、マスも。まだブツブツ言ってる。
あ、そっか。でさ、さっき言った条件をさ、所有として安全利子率を 2% とするじゃない。でそれでキャッシュフローに減価償却が起こるでしょ。そうすると単純株式価値の計算なんだけど、え、いやいやいや、だから単純に株主価値の計算 でさっき言った条件をね、もう一回言うね。さっき言った単純に株主価値の計算するけど、安全利子 2% として減価償却で、わかる。え、聞いてた話。Of one of his pupils. No, sir, replied the pupil. But I must say, I've heard it spoken of. This dialogue from Around the Moon, a book about a manned orbiter mission to the moon, written in 1870 by Jules Verne, seems very relevant in our busy city lives.いやー、終わったね。結構長かったね、じゃあ行こっか。あ、待って。いやー、プラネタリウムね、インディゴなんかちょいちょい出てきて分かんないとこ多かったね。けどまあ見てて分かったのは、なんか月のね計画とかをこういろいろとまあやりたいんだなっていうのが分かったかな。うん、まあ、にしてもちょっとすごい眠くなりそうでね、回復したけど。あ、そういえばさ、はい、これ。え、何ですかこれ。この前さ、ご飯食べに行った時に今日誕生日って言ったじゃん。だからあの誕生日プレゼントに持ってきたんだ。ありがとうございます。まあ気に入るかわからないけど、ぜひあの使ってみてね。まあまたご飯でも行こうよ。じゃあね。ああ、ありがとうございました。グッチさんは公認会計士だけあってさすが細かい。言ったことを繰り返させられたり80ルピー払わされたり、まあいいんだけどさ。あとなんかよくわからない知識で責められたり、プラネタリウムが始まるまで怖かった。でも最後誕生日覚えててくれてプレゼントくれたのは本当に嬉しかったな。さすが公認会計士、次のデートも楽しみだな。見てくれてありがとうございます。この動画がいいねと思ったらチャンネル登録、いいねとコメント、 SNS のフォローよろしくお願いします。